あ、じゃあお前のこと待ってて、俺もちょっと待ってて。 あ、もう待ってますよ。待ってますよ。あ、ガチャ。結構あるな。あ、じゃあ。はい。あ、そうですか。ブルチができました。マジ気持ちいいか。気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。ちょっとこんなに苦労してるんですか。ちょっとさっきまでいろいろ僕たち撮影やってたんで。あ、やべえ、めっちゃ。え、こういう肩もみを専門にやってるんですか。はい、やってます。なるほど。あ、やべえ、めっちゃ気持ちいい。なんでこんなに肩凝ってんだろう。高いのに。どんぐらい肩凝ってますこの子。年齢にしたらどれくらいですか。例えにくいけど、そうだな、ドラクエで言うとさまよう鎧ぐらいが。めっちゃ問い付けましたじゃん。やばいっすやん。それぐらいの氷かな。さっきね、メタルスライムが来たから。あ、そうなんですか。そうやって比べたらなおさら。なおさらね、なおさら。ああ感じてんじゃねえか。感じてるじゃねえか。いや、お前もやられてみればわかるよ。マジ。あー、うん、あー、これはもう言葉にできないわ。言葉にできない。いつ頃からこういうの始めてるんですか。この夏ぐらいかな。あ、この夏ですか。あー、うん、カットモミのやつは1年ぐらいで。1年ぐらいですか。あー、今日どれぐらい来たんですか人。ほんとね、だからまだ俺1時前だから2人、今2人で3人目。よかったじゃん、うん、3人目って。3人目の手だ。3人肩だ。3人か。3人目の肩。こういうマッサージやったことないんで。まあ、まだ若いからね、うん、親のやる身じゃん、どっちか。そうね、そうね、うん、これね、上手にできるとお小遣いちょうだいって言える。そうっすね、ずるいがすごいっていうか。あと大人になって肩もみができるようになると人に尊敬されるじゃないですか。あ、そうっすね。そうか、これさ、これを習得すれば、そうか、特技にできるんだ。そう、あと自分がこれから10年後、20年後、肩凝るようになるじゃない。あ、そうですね。この癒し方を知ってれば、うん、自分のほら、癒し方もできるから。うん、そうです。自分のやったりとかするんですか。あ、これこういうポイントが、こう引っかかって、あ、力抜くのよ。そうそう、ほら。あ、なんか、こういう感じ、こういう感じ。すごい。これは意外な時かもしれない、もしかしたら。そう、これ気持ちいい。気持ちいい。で、これ、はい、こうだと違うでしょ。はい、こうだと違う。こうでしょ。あ、やり方が全然違う。なんか最近マッサージ機とかあるじゃないですか。それやっぱ人の手の方がなんか気持ちいいですもんね。まあ本当はね。はい、どうもどうも。じゃあ僕お願いします。じゃあちょっと一回これで、ね。